い、こんにちは、まとめです。皆さん、ストールマフラーの巻き方知っていますか？教えてください。ストール買ったはいいものの、どう着用すればいいかわからない、自分の巻き方が合っているのか不安、今回そんな方の悩みを吹き飛ばす動画になっています。結論から言うと、おすすめの巻き方はワンループ巻き。ではどうやって巻くのか、他の巻き方はどんなものがあるのか、そもそもストールなんてどこで買えばいいかわからないし、着用する理由もわからないと思う人もいるでしょう。このようにいろいろな疑問あると思いますが、選び方から巻き方まで全て理解しないとダサいコーディネートになりがちなので、最初から最後までじっくりと見ていただければなと思います。僕は自分のブランドや中目黒でセレクトショップ兼古着屋を運営しつつ、ファッションをもっともっと日常に感じてもらうため YouTube でコンテンツ配信をしています。個人的にもストールが大好きで、これまでファストファッションからハイブランドまで購入してきたストールの数累計30本以上購入してきた僕が、プロの目線でストールやマフラーの巻き方を紹介するので、この動画さえ見ておけばあなたもストールの巻き方が分かって、これからの秋冬ファッションよりね、おしゃれに楽しめること間違いなしです。まず最初に、一押しの巻き方、ワンループ巻きからお伝えしたいなと思います。これまあ僕が普段からよく使っている巻き方で、誰からも嫌われないですし、手軽だし、おしゃれに見せやすいということで一押しの巻き方になっています。でまあそもそもね、このストールとかマフラーって選び方の時点で間違ってるとうまくいかないんで、まあこの後そのお話もしていこうかなと思うんですけど、まずは最初にね、簡単な巻き方であるワンループ巻きいきたいと思います。まあこんな感じでストールあるじゃないですか。これをまずここで半分に折ってますね。次、その状態で今度はこっち向きでこう折ります。これでつまり2回ね、縦横で折った状態、まあ、ただ手でぐしゃってやっただけとも言えるんですけど、これでただ単に輪っかを作って通すだけ、めちゃくちゃ簡単じゃないですかね。簡単ですね。こんな感じね、こうやってやればもう完成で、あとは僕今鏡見えてないんですけど、鏡見ながらちょっとだけ調整してあげて、バランスを整えてあげれば完成っていう感じになります。はい、ということで簡単だったんで大体の方はお分かりになられたんじゃないかなって思うんですけど、念のためもう一回だけやっておきます。ポイントとしてはすごいざっくりとここで折ること、これを綺麗に折りたたんでしまうとすごい変な感じになっちゃうんですよ。そうじゃなくて、もう適当にね、こんな感じでぐしゃっとする、で輪っかに通してあげると、こんな感じ、これで完成します。まああとはね、本当はちょっと整えた方がいいんですけど、すいません、動画中なんでちょっと鏡が見えないんで、まあ、こんな感じになります。ファッションチップス1、まずはストールが誰でもおしゃれになれる最強のアイテムであるということを理解してほしいです。まあ、人によっては、特にまだ巻いたことがない人にとってはただのファッション小物と思われるかもしれないんですが、実は違うんですよ。ストールは秋冬のおしゃれに絶対に欠かすことができないマストアイテムなんです。その理由何なのかっていうと、巻くだけでスタイルがもうめちゃくちゃ良くなるからなんです。なぜならば、布と、まあ、ストールと顔の対比効果で顔がね、ほんの少し小さく見えるんですよ。でこのほんの少しっていうのがミソで、顔って例えば2センチちっちゃく見えたらかなり小顔に見えるわけですよ。対して足が2センチ長くなっても別にスタイルそんなよく見えないんです。というのもですね、スタイルって何で決まるかっていうと、身長とか足の長さではなくて、厳密には頭身で決まるわけですね。だからこそ八頭身っていう言葉があるわけなんですけど、基本的にスタイルをよく見せたいって考える場合、スタイルがよく見える場合ってどうなのかっていうと、頭身がいい場合になってくるわけです。でどうしたら頭身よく見えるのか、八頭身とかになれるのかって言ったら、足長くすることでもなく、身長高く見せることでもなく、顔を小さく見せることなんです。まあ、これ考えればすごく当たり前の話なんですけど、まあ超わかりやすく言うと、身長10センチ高くなるより顔が10センチちっちゃくなった方が、頭身は明らかに良くなりますよね。まあ、これちょっと誇張してるんでありえないとは思うんですけど、その理屈から言うと、足を長く見せるテクニックするよりも、身長高く見せるテクニックするよりも、顔を小さく見せるテクニックを駆使した方が圧倒的にスタイルがよく見えるわけです。
で、ストール巻くとそれ簡単にできるんですよ。ぜひこれ鏡の前で試してみてほしいんですが、自分でもがっつりと体感できるレベルで小顔になって、頭身が良くなってスタイルがよく見えます。で、おまけになんですけど、ストールとかマフラーって3首に位置するアイテムなんですよ。3首ってのは手首、首、足首のことなんですけど、ここには人の視線が集中すると言われていて、マフラー巻くとすごくそこに視線が行くわけです。なのでマフラーとかストール一つ巻くだけで地味な印象を払拭できるわけですよ。ということで、スタイルもよく見えるし、差別化も効くっていう、一度に二度美味しいアイテム。おまけに身につける年齢も選ばないアイテムっていうことで、老若男女使える本当にマストバイアイテムです。なのでもう一度言いますが、マフラーだったりストールは誰でも簡単にスタイルアップできて、おしゃれに見せることができる最強のアイテムです。これを分かった上で、これからどんどんと紹介していく選び方だったり巻き方をしっかりと覚えておけば、あなたも確実に秋冬おしゃれになれます。ぜひ騙されたと思ってこのまま動画を見続けていただければ幸いです。続きまして2つ目、かぎ結びいきたいと思います。これ結構ねボリュームが出る巻き方になります。まずね、ざっくり持って、さっきと一緒ですね、ざっくり持ってこんな感じでまずこうします。ここからさらにもう一回結ぶのがかぎ結び、こんな感じで、ここにまた穴ができるじゃないですか。ここに通すんですよ、こんな感じで。で、これは確実に鏡見ながら最後整えた方がいいんですけど、こんな感じでボリューム出してあげると結構ボリューミーに見えると思います。で、あとね、ちょっと丸っこい巻き方になるんで、ほんの少しだけフェミニンな印象もあります。続きまして3つ目いきたいと思います。バック巻き、これ実は先ほどやったかぎ結びあるじゃないですか、それを逆にするだけなんですよ。なのでこれが維持できるのであれば、このままこうやってね、後ろにするだけで一応バック巻きにはなります。こんな感じで、これがバック巻きなんですけど、まあ要は結び方自体は一緒なんで、もう一度おさらいとしてやってみたいと思います。先ほどと同じで、ですね、こういう状態にして先端で巻いてこう逆にするっていうのでも全然ありなんですけど、一応正しい方法というか、もともとバック巻きの路線で作ろうと思います。まずはですね、さっきと逆にしなきゃいけないんで、こんな感じで巻いていきます。これさっきと逆なの、動画見返してもらえると分かると思うんですけど、後ろから見るとこんな感じです。この状態で、やや先端気味の方を持って巻いてあげる、こんな感じですね。で、巻いてあげると、こんな感じに今なってます。で、ここのボリューム出したい時とかはこんな風に上げてあげると、ちょっとボリュームが出るんで、こんな感じで調節してあげてください。ファッションチップス2、マフラーとストールの違いを整理しておきましょう。この2つの大きな違い、何なのかと言われると、幅のサイズと着用季節、この2つです。例えばストール、幅が広い長方形であることが一般的です。対してマフラーは幅が狭い長方形、これが一般的です。つまりですね、ストールはマフラーと比べると、大判サイズのもの、大きいものが多いため、より小顔効果があってスタイルアップできるわけです。またですね、素材の種類が豊富なストールは夏用のものがあったり秋冬用のものがあったりと、着用期間が長いのがストールの特徴でもあります。ということで、マフラーとストールの違いはなんとなく伝わったかなって思うんですけど、おすすめは何なのかっていうと、やっぱり大判サイズであるストールなんですよ。かつ秋冬用のしっかりとね、肉厚な素材のものを選んであげるととても使いやすくておすすめです。続きまして4つ目の巻き方いきたいと思います。一番ね、雰囲気が出るっていうか、アパレルっぽい巻き方なんですけど、超単純なんですが、これ垂らすだけ、すごいアパレルっぽい雰囲気が出るんですよ。なので逆に言うと、ちょっとこの巻き方恥ずかしいって人もいると思います。でもこれすごい雰囲気が出るんですね。垂らすだけで、結構印象変わりますし、誰でも簡単にできる巻き方の一つなんで、これもぜひね、覚えておいてほしいなと思います。特にこういった感じでトップス1枚と相性がすごくいいんで、コートとかよりはこういったロンティーとかバスクシャツとかスウェットシャツとかと相性のいい巻き方になります。ちなみにこれも明確なポイントが一つあって、ざっくりと束にするっていうのが超重要です。今結構適当に持ってるんですけど、これで垂らすといい感じなんですが、これ例えばすごく綺麗にやると変なんですよ。例えばこんな感じで、まだちょっと適当ではあるんですけど、やや整えた状態で垂らすとどうなるかっていうと、こんな感じ
どうでしょうか、さっきの方が自然ですよね、はい、マフラー巻くときって綺麗にやりがちなんですけど、そんなに綺麗にしない方がおしゃれな雰囲気っていうのは出しやすいです。続きまして5つ目、半周巻き。先ほどの垂らすだけと似ているんですけど、まあ、こんな感じでこう後ろにざっくりとやるだけで、あとは整えればいいんですけど、これ結構着用画像とかだとよく見る巻き方だと思います。ただこれね、ちょっと欠点があって、実際にこれで巻いて歩いてると、まあ簡単にね落ちてくるわけですよ。なんで手直しが面倒だっていう人、まあ、僕みたいに面倒くさがりな人にはあんまりおすすめしないです。ただなんかインスタ用の画像を撮るとかだけだとこれ結構映えるんで、まあ見た目はかっこいいじゃないですか。なんでそういう時には結構おすすめです。続きまして6つ目、一周巻き。すごくポピュラーな巻き方になります。まあ、こんな感じでざっくりと取ってあげます。もうここまではみんな慣れたかなと思うんですけど、そのままですねこんな感じで首にかけてあげる。でこっちは短めにしておきます。でそのまま一周するだけ。結構街とかで見かけることが多い巻き方です。で先ほどの半周巻きと比べるとやり方は似てはいるんですけど、こっちの方がねやっぱ落ちにくくなってくる、というかまあこれだと落ちないんで、半周巻きでちょっとね手直しても面倒だなって人はこの巻き方もおすすめです。ファッションチップス3、ストールの選び方をお話ししていこうかなって思うんですけど、まあ、まずはねマフラーよりストールの方がいいですよっていうのは先ほどまでのお話なんですが、まあ、実際どんなストールがいいのかっていうと、まあ、大判であるものである必要があるんで、サイズ感注意してほしいなって思います。具体的には180センチ以上で、60センチ以上、これぐらいのものを選んであげれば基本的にサイズ感は問題ありません。ちなみに先ほどまで巻いていたストール、うちのブランドのストールなんですが190ちょい70ちょいなんで結構大判のストールになっています。大判なサイズの方がよりね小顔に見えるんでおすすめなんですけど、あんまりにもでかすぎて、まあ、ブランケットぐらいまで行ってしまうと巻きにくくて、実際ちょっとね巻いた時も変な印象になりやすいんで、だいたい190センチ70センチ前後ぐらいを目安にしていただければなと思います。ちなみに大きければ大きいほど、やっぱり原価は高くなるんですよ。生地がね大きくなるってわけなんで、生地代がかかるんで製品にした時の売り値も高くなってしまうっていうところはあります。で次に素材感ですね。3首に位置するアイテムなんで、すごく目立つわけです。で特に顔周りって人の視線がやっぱ集中しやすいんですよ。でそんな人の視線が集中するポイントであるストールっていうアイテム、どんな素材のものを選べばいいかって言われたら、高級感がしっかりとあるもの、ここにチープなものを持ってくると洋服全体に、ね、高級なもの、いい素材のもので固めていても一気に全体に印象悪くなってしまって、すごくもったいないんで、ストールだけはしっかりといい素材のものを選んでほしいなと思います。逆に言うと洋服は全然ファストファッションとかでもいいんですけど、ストールはしっかりとお金を投資するべきポイントです。さらになんですけど、素材感厚みのあるものを選んであげてください。例えばウールとかヤクとかカシミヤとか、高級素材っていっぱいあると思うんですけど、それでもペラペラなものを選んでしまうと一気に貧相に見えてしまうんですよ。しっかりと肉厚な素材のものを選んであげてください。肉厚じゃないと小顔効果もないですし、表面の生地感は高級でも巻いた時の印象って全然良くないんで、このあたりは注意して選んでほしいなと思います。続きましてアスコット巻きいきたいと思います。アスコット巻きはですね、先ほどまでと違って結構きっちりと、まあすごいねかなりきっちりとさせる必要はないんですけど、ぐしゃぐしゃっていうよりかはきっちりと、整えた状態で巻いてほしいです。まずこんな感じで2つに折ってます。それを首にかける、こんな感じでね首にかけて片方だけ少し長くします。長くしといて、この長い方を上から持ってきて、内側から出す、ここから出す、こんな感じですね。こう出てくると、でギュッとしてあげます。ここでギュッとして前に出して、こうやって整えていくと、これがアスコット巻きになります。でここで注意ポイントがあるんですけど、さっきここでねギュッとするって言ったじゃないですか。これをギュッとさせないとどうなるかっていうと、緩いとどうなるかっていうと、ここが見えちゃうんですよ。トップスが見えてしまってちょっとね不格好に見えるじゃないですか。なのでそうならないためにもキュッて締めてあげて、ネックをね、締めてあげると、そうするとねトップス見えにくくなるんで、その状態でこうやって整えてあげるのがおすすめです。続きましてピッティ巻きいきたいと思います。ミラノ巻きとも呼ばれています。まあ、結構有名な巻き方なんで知ってる人も多いかなと思うんですけど、まずはこんな感じでざっくりと持って、先ほどお伝えした一周巻きってやつをやります。まあ本当にただこうするだけのやつ、簡単ですよね。これをやって、ここからちょっとね難しいんですけど、この輪っかあるじゃないですか。この輪っかにこっち通します。こうやって
で通しつつここに輪っかを作る。でそこに差し込むと。こんな感じ。であとは整えてあげると出来上がります。これも結構ボリュームが出る巻き方なんで、おまけに防寒性も高いんです。なんで寒がりの方だったり、顔をね、もっともっと小さく見せたいって方はね、ぜひ取り入れていただければなと思います。これ難しいんで、もう一回だけやります。はい、まずこんな感じで、ざっくりと持って、首にかけるワンループをします。こう持って、ワンループをする。で、ここからちょっと難しいんですけど、ここのワンループでできた輪っかに、こっちを通す。通して、ここに輪っかを作ると。こんな感じでね。でそこにこっちの余ってるやつを差し込んであげると。であとは取り、こんな感じで整えてあげれば出来上がりです。ファッションチップス4、おすすめのストールブランド紹介していきたいと思います。まずはね、低価格帯からいきます。一つ目はユニクロ。ユニクロって、やっぱりね、素材がすごくいいんですよ。マフラー、ストールに限らず素材がいいものが多くて、ストールも確かに素材がいいものって、昔から発売されていたんですけど、ちょっとね、サイズが小さかったりボリュームがなかったり厚みがなかったりしたんですよ。それでなかなかおすすめできないなって思っていたブランドなんですが、近年かなり良くなって、厚みも増してサイズ感も大きくなってきたんで、低価格帯の中では非常におすすめできるブランドの一つになっています。次にザラで、ザラもメンズじゃなくてレディース、レディースコーナー行くとストールってたくさん出てるんですよ。でザラのストールはとにかくでかいし厚みもある、で素材感も悪くない、価格も4000円ぐらいで買えるんで超おすすめです。ただね、男性だったらレディースコーナー入りづらいなとか、本当にねレディースの商品買って大丈夫って思う人もいると思うんですが、全然問題ないんで、臆せずレディースコーナー行ってストール巻いて気に入ったら買ってほしいなと思います。ユニクロと比べるとザラの方がやっぱトレンドライクなもの作りしているんで、柄物が多いわけですよ。普通の無地の一色とかのものだったらユニクロでも探せばあると思うんですけど、例えば柄物欲しかったりとか、ニュアンスカラー欲しかったりとか、ほんの少しユニクロよりもいいもの欲しいって思ってる方はザラの方がおすすめです。続きまして高価格帯いきたいと思います。ストールやマフラーの王道中の王道ブランド、ジョンストンズ。大判でいいストールってどこって聞かれたら、ファッション詳しい方だったら、まあ大体の人がジョンストンズって言うと思います。それぐらい王道ブランド、チェック柄のストールがすごい定番中の定番なんですけど、やっぱりね素材感めちゃくちゃいいんですよ。ただ価格もすごく高いんで、まあそんなにね気軽におすすめできる価格帯ではないんですけど、物はめちゃくちゃいいです。お値段驚きのね7万とか8万とかそれぐらいで買うようなストールなんで、本当に貯金して高級アウターを買うような感覚で買うストールブランドになっています。次はパリエロサルティ。これも、王道中の王道ブランドなんですけど、ジョンストンズと比べたらほんの少し邪道っていうか、よりなんか洋服好きとかが選ぶようなイメージ。というのもジョンストンズと違ってちょっと分かりにくい柄がこっちは多いです。本当に人と被らないような柄だったり色味だったりするんで、人とは被りたくない、差別化したい、そんな方にはおすすめのブランドがサルティです。次、じゃあほんの少し値段を抑えめでいくとどこなのかって言われたら、アクネ。アクネのストールってもうずっと人気なんですけど、だいたい2万5000円から3万5000円ぐらいで購入することができて、色使い柄使いもすごくちょうどよくて、奇抜すぎないし他とも被らないし、で素材感はもちろんよくて、シルエットも綺麗、サイズ感もしっかりとしてるっていうことで、アクネ選ぶ人もすごく多いです。あとはですね、ロエベとかも、もう少し価格帯は上がるんですけど、ロエベとかもやっぱプレゼントの割と定番にもなっているぐらい、大人気ストールを毎年リリースしているんで、こちらも要チェックです。あとですね、手前ミスにはなってしまうんですが、僕のブランドもストールは超推しているんで、ぜひねチェックしていただければなと思います。というのもね、先ほどからずっと巻いているストールってこの黒カラー以外は全部僕のブランドになっていて、僕も今年ね何型も何十型もアイテムリリースしているんですけど、その中でダントツで一番人気だったのはやっぱりストール、年間通してナンバーワンアイテムでした。僕がブランド始めた当初からもう結構昔なんですけど、ずっとね継続してリリースしてるアイテムで、たまにいろんな諸事情があってリリースできなかったこともあるんですけど、定番として一応出してるアイテムです。本当はね一番人気のカラーをお見せしたかったんですけど、もう完全にダントツ人気のミックスカラーっていうのがあって、暗い色ベースですごく使いやすいんですけど、いろんな色の糸が入っていて差別化もできるし使いやすいし、もう本当に人とは被らない、で厚みもあって素材感も綺麗な光沢感があって高級感抜群。おまけにですね、なんて言っても手編みなんですよ。手編みなんで風合いが普通のストールとは全く違う
違うわけです。ただ手編みなんでね、1個作るのにすごい時間がかかって、なかなか生産するのは難しいアイテムなんですけど、例えばこのグレーとか見ても、もう均一なグレーじゃないですね。ブラウン見てもちょっとムラがあるじゃないですか。これ手編みならではなんですよ。あとはですね、おまけにヤクだけじゃなくてコットンも混ぜているわけです。そうすることによって厚みがしっかりと出るわけですよ。ヤクールのしっかりとした綺麗な光沢感にプラスして厚みを出すことによって、本当に文句のないストールに仕上がっています。なのでまあ手前味噌なんで、気軽に聞き流してもらって大丈夫なんですけど、ちょっとでも気になったっていう方は概要欄にあるリンクからチェックしていただければなと思います。うちのブランドって受注生産になるので、いつでもね買えるわけではないんですけど、再入荷リクエストボタンとか押していただけると、年に1回、まあ大体1日ぐらいしか発売していないんですけど、買い逃さずにね済むと思うんで、そのタイミングをお待ちいただければなと思います。続きまして、クロス結びいきたいと思います。これね、結構特徴的な巻き方なんですけど、まず自分に巻くんじゃなくて、このねストール自体で団子を作ります。こんな感じでね、普通に結べばいいだけなんですけど、こうやってこんな感じ、こうやって普通に結んだだけです。で、長さは真ん中ぐらいにしてあげた方が結びやすいかな。なんでこうして調節してあげて、今度はこれがこの喉の位置に来るようにします。なのでこういうことかな、こうしてこうする。で、今喉の位置に来てると思うんですけど、この状態で結んだところ、この団子があるじゃないですか、ここに両端を通していきます。まずこっちですね、こっちをこんな感じでこうやって通してあげると、でそのままこの輪っか、あるじゃないですか、そこにまたこっちクロスさせる感じですね。で、これをこうやって出していきます。そうするとクロス結びが完成します。ほんの少しこれもね、可愛さがあるような、フェミニンさがあるような結び方になっています。ここまで9個、巻き方紹介して、その間にストールの選び方だったり、まあ、おすすめブランドとか紹介してきたわけなんですけど、近日公開予定の動画にユニクロのストール全部買って比較だったり、まあ、そのユニクロのストールといろいろなねブランドのストールを比較するなんていう動画が公開予定なので、そういった動画もぜひ見たい、見逃したくないなんていう方は、ぜひチャンネル登録してお待ちいただければなと思います。あとはですね、やっぱりねストール買った時にちゃんとね巻き方を覚えてないとなかなか難しいと思うんで、今回の動画気になるポイント、巻いているところだけでもいいんで、ぜひね何度も何度も見返していただければ幸いです。バイバイ。